お、開けた。お、開けた。はい。そうそう、始まるぞ。あんまね。いや、ほんまにじゃなくて、お前、いつまでスマホいじってんだよ。まだええじゃろ。いやいや、ええじゃろじゃん。お、それ何の動画見てんの、それ。いや、お前それ、素人がやってるアイドルの歌のベース弾いてみたシリーズじゃねえか、お前。面白いんか、それ。いや、全く。え？じゃ、なんで見てんの、これ。いや、俺もう、こんな見るやつおるんかな、思って。はぁ？これ。あげた！山田の！パチタペタイ、ウホンコイハ。なんだこのタイトル。いやいや、合わせんのも激ムズだったしさ。難しかったね、なんかね。難しかったよ、途中からなんかもちょっとタチン食べたいなってちょっと一泊置きましょうとかさ何言われてるか分かんなかったよまあいいですね、はい、とりあえずじゃあ自己紹介いきます、はい、山田です。あげたです。そして放送作家の奥原イザックです。あ、よろしくお願いします、はい、じゃあ、あげた早速ね、はい、記念すべき第1回目の放送いきましょう。はい、あげた山田のタチンタペタイウーホンコイハ。この番組は広島並木ワーズワース以上の協賛で小汚いスタジオから全世界にお届けします。それでは一曲聴いてください。ストレイキャッツでロックディスターン。いやいやいや、なんでストレイキャッツなんだよ今時さ。あのレコはリーゼントしてる。え、聞いてきてないの？ストレイキャッツ。いやし。知ってるよ俺も。昔なんか俺中学の時とかに聞いたことあるわ。何歳の設定なんかってことになるよ。そうロカビリーがね、ロカビリー全盛期の頃よね。ロカっていうやついましたね。えロカビリーのことちょっとなんかよく知ってるみたいな感じ、なんかロカさロカロカだね。いやそもそも曲流せないしね YouTube はね。さあそうなの、うん、そうなのよ。あなあ、せっかくな、やっぱなんかこのこういう番組始まる一発目ってやっぱストレイキャッツのロックディスタウンしか俺ありえんと思う。あったろ他にいやだったら逆に何があるんやこの一発目に。いやそれはもう当然長渕剛のロックなもんじゃねえが一発目ですからねどんな人生歩んできたんですか。ロック縛りがある。ロックディスタウンもロックなもんじゃねえ。ロックな、なんかロックっていう方が入った方がいいってこと、うん、いいかもしれないねなんか奥ちゃんはなんかオープニングでかけた曲とかあるの？いやそれはやっぱり一番最初なんで、うん、で始まりでしょ、はい、でんタタタタタタタ。いや新年それ新年なのよ。行く年来る年からのさ、魚民おるみたいな気分になる。魚民そんな流れてんだ。いや魚民ってなんかそういうことのなんかな、ね、ことの浜崎あゆみとかがかかってる。そば屋とかね、あのことのあれ流れてますよね。あ確かにね、和だからね、うん、和食だからね。いやあの新年のやつ好きですけどね曲だっつってね。確かに唯一流せるかな。ちなみにあの曲に歌詞つけるとしたら何つけますか。え？タンタタタタタタタン。大喜利来たぞこれ。ちょっとまずはがき職人のあげた先生からじゃあまずは。そういうことね、まずこう 生放送聞いてくるこの奥原がもう腹立つ。まずお前から言ってみっていうこと。からあげあげあげた。とかでね。これ多分、うん、昨日から考えとると思います。ずるいよな。この番組タイトルもいっぱい考えてたやろ、うん、絶対これも考えとったと思う。やったな、うん、またなんか思いついたら言ってくださいあ素敵なお店だったわ。料理もお酒もそして店長のキクリンのトークもほんと最高。ほんならまた二人で一緒に来よう。うん、じゃあキクリンお会計。いや嘘じゃろ、計算間違えとらん。二人でこれは高すぎるだろお前。伝票見せて。これキクリンが飲みよった分はもう全部あのわしの伝票ついとるじゃん。おかしいだろ。うん、メロ会計。一人2万もありゃなんとかなる。広島並木わーずわーす。あげた山田のタチに食べたいウホコイハ。改めましてあげたです。山田です。そして放送作家の奥原アイザックです。あの、はい、キクリンのワーズワースの CM ってあれどういうことなのあれは
なんか大手のやっぱり広告代理店が作った感じがするよね、やっぱ。いや確かになんかなんか分かるわ、なんかその社長の愛人が出てくるみたいなさ、よくあるよね、これ絶対この人愛人だろみたいな、うん、聞けないんですけどね、うん、ね、うん、はい、ということで一応ここはフリートークをするところですけど、はい、あ、出ましたね、これ俺と山田と、まあ、奥ちゃんまでフリートークするんですけども、はい、これまあ台本ないからね、じゃあさ、まあでもいいか、なんとかなるかな、はいはい、ね、ちょっとじゃあ早速僕のコーナーやってもいいですか。え、いきなりですけどコーナーをするの、いきなりやってもいいですか、はいはい、あら、クイズとろろおわそば。わー、出たやばい、それ全打ち合わせで言っとったやつじゃないか、まあ、それは、ほんまにやるなよお前それ。いや、まさかのこれがレギュラーコーナーになるとは思いませんでしたね。じゃあ早速あげたに、答えてもらいましょうかね。まず何、どうなるの。あ、このクイズは、はい、今から僕が、はい、すする、はい、まあ、音を出しますんで、それが、はいはい、とろろなのかそばなのかをズバリ当てていただきたい。それほんまに違いがあるんだね。あります、はい、じゃあこれを聞いてる、うん、人らもじゃあ参加ね、どっちだろうなっていうのができるわけね、うん、はい、じゃあこれは、じゃあ今のところじゃああげたくん、はい、自信のほどは。いや、あるわけないだろ。全人類がやったことないゲームだよこれ。あげたくんもよく考えたら今目隠ししてますけど、音なんで目隠し、音だから関係ねえな。なんでだよ。別に物があるわけじゃないですか。ラジオだし説明下手なんよコーナーの。ひどいであなた。目、両目でさ、ほんと見ざるのポーズ撮ってたけど、それ俺2、30秒やっとったけどね。もっと早めに言ってくれ、違うんだな。何やってるの、奥様よく気づいたな。びっくりしたわ。どっちかで、音なんでね、うん、音だっすね、はい、じゃあそれじゃあ行きますよ、はい、早速クイズとろろおわそば。はい、どっち。うわ、なんかね、若干糸引いてる感じがあった、はい、なんかあった、はい、ということはじゃないの、はい、ということはとろろ。残念。これはそばでした。惜しい惜しい、惜しいってある、惜しいってあるのか。あ、ちょっとね、よく考えればお前の気分次第だろそれは。お前分かる問題でしたね、ちょっとケアレスミスでしたね。僕はそばだと思いました。あ、やっぱり奥ちゃまは後からだったら何ぼでも言えるんそんなもん。すぐ分かった。もう一回だけじゃあチャンスを。まだ俺でいいの。はい、で俺、いや、もちろん阿部太くんに答えていただきます、はい、じゃあ先に書いといて、なんか今からやるのは何々ですと。いや、ちょっといいからそういう言い訳ばっかりお前はさっきから。本当によくないよ。明確な違いがあるんだろほんまに。ありますよ、はい、いきますよ、はい、クイズとろろおわそば。こい。いやいや、それ大ヒントくれとるわ。どっち。もう今のはね、フーフーしてますから。はい、そば。残念。熱いとろろでした。惜しい。惜しい。惜しいってね、どっちかしかないんだろそれは。あ、ちょっとこれはケアレスミスでしたね。よく考えれば分かる問題でした。よく考えればって何を。何をよく考える。ちょっとね、なぜその、いや、もう完全に夫婦が、うん、何誘導しとるんじゃなくて、うん、あ、こいつ天然で夫婦しとるじゃんと思った、うん、あ、引っかかってしまいましたか、うん、あー、完全なる、あーって言ったら食い終わったら、あーって、うん。熱いっすね、とろろってすぐ奥ちゃん分かりましたよね。僕はすぐ分かりました。うん、とろろがじゃあかかってる分、熱もやっぱ逃げづらいもんね。逃げづらいから、まあ熱いね、そうもうあんかけもうグツグツいってましたからね。いや、残念ですね。それ今後もやっていこうと思ってでもちょっとずつ分かってくるんじゃないですか。いや、そうね、うん、じゃあ、あげたがじゃあ正解するまで、うんうんうん、このコーナー続けましょう。まずは正解を紙に書いてから始めてくれ。じゃないと後出しじゃんけんだよ。お前のなんとでもなるよ。ならんよそら。俺も決めかかってるからね。そらそう、当てたら用意しましょう。当てたらね、はい、当てたら用意しましょう。一回当てたら用意しましょう。一度でも当てれば、当てればも用意します。紙に俺があらかじめ書いて、パリオリンピックまで多分当たらんと思うよ。
じゃあ次のコーナーいきますか。ほんなら一回 CM 行きましょう。ああ素敵なお店だったわ。料理もお酒もそして店長のキクリンのトークも、ああもうほんと最高。ほんならまた二人で一緒に来よう。うん、じゃあキクリンお会計。いや嘘じゃろ、計算間違えとらん。二人でこれ前高すぎるじゃろ。お前伝票見せて。これキクリンが飲みよったらもう全部あのわしの伝票ついとるな。おかしいじゃろ。うん、迷路会計。一人2万もありゃなんとかなる。広島並木わーずわーす。なんだよこれ、同じこと2回もやらされて。録音したやつそれ貼っとけよ。毎回これやらされてさ。文句言うなよお前、えスポンサーなんだっけ。あげた山田のタチに食べたいウホコイハ、ザケドシタンヤのコーナー。このコーナーはザケドシタンヤとわしに言われるような文章を送ってきてもらうコーナーです。ザケドシタンヤはへりくつ、どうでもいいこと、わけのわからんことを言われたときに広島の人が、よく使う言葉です。標準語で言うとだからなんだよに当たります。あーなるほどね、はい、じゃあまずは、ペンネーム有限会社ガッパイから。うんこかと思ってトイレ行ったらへだったわ。じゃけどしたんや。さっきの僕のお前がずっとやっとったことよそれ。確かにこれだからなんだよって言いたくなるね、はい、あこれ面白いね、はい、あこれ実際にまずあのいろんな人からも募集したいやつだ ね、 これね。そうですね、うん、どこに届いたんか知らんけどね。どうやって送ってきたんかも知らんし。じゃあ次のいきますか。同じやつばっかりだし。有限会社がっぱいから、はい、おかゆをフーフーして食べさせてくれたお母さんの口がクソ臭かった。じゃけどしたんや。お前の母親の実話じゃねえか。優しいのに最悪って。最悪っていうね。優しさが裏目に出てしまうね。、うん、まああるんかな、はい、こんなんね。うん、じゃあどんどんいきますか。はい、はい、有限会社ガッパイから、はい、マネーロンダリングの説明を分かりやすく説明してくれるのはありがたいけど、お前口クソくせえぞ。じゃけどしたんや。口くせえぞばっかじゃん。なんだよさっきから口臭の話ばっかでさ、結局それ言い出したら全部賢いのに口が臭いって最悪だけど。お母さんの可能性もありますよね。まあ、お母さんマネーロンダリングを知らんけ。年金には詳しいけどね。お母さんの可能性あるな確かに。、はい、またまた有限会社合杯、はい、カップラーメンのスープの袋にどこからでも切れますって書いてあるのに、どこをどうやっても切れなかったからハサミで切ったんだ。じゃけどしたんや。あるよねこれ。あ、久々のあるあるですね。なんかまともなネタな。2021年にあるあるとか やっていいんかね。古いラジオになってないかこれ。古いな。いやちょっとあるあるいいじゃん今ね。深川亮さんからも来るかもしれないよ。お前ちの表札よく見たらかまぼこの板だったみたいな。面白かったらね。面白かったらバンダナをプレゼントしますよね。当時ね、往年の亮さんが使ってたあの白い白い。続きまして有限会社合杯、はい、ものすごい腰の曲がったおじいちゃんに、もしかしてネアンデルタール人ですかって聞いたら、いや違うよって言われた。どういうシチュエーション。言う人いんの。ネアンデルタール人で受験以降言ってなくない。確かに確かにね。ネアンデルタール。でもこのおじいちゃんは知ってるってことですね。ネアンデルタール人のことを知ってるんだね。ことをね、うん、もしかしたらその受験生かもしれないですね。これ逆にそうだよって言われたらどうする。そうだよって言われもしもうタイムスリップしてきてるわ、ねえ、うん、受験生なんか受験生なのか本、ね、もしくはその本物のネアンデルタール人か、うん、やっぱりとか言われてるね。えやっぱりわかるみたいな。いや若いな、おじいちゃん若いじゃんね。じゃあ最後、はい、有限会社ガッパイから、はい、お前、うん、ポートボールでダンクしてくんなよ。じゃけどしたんや。もう目の前にあるからね。もうこれ俺がやった側でしょ、俺、うん、俺がダンクぶち込んだ感じ。い
やあれば、まあ、ちょっとやりたくなる気持ちは上がるけどね。ダンクはね、防ぐ人だったやろ、ポートボールって。受け取る方だから怖いですよね。ダンク受け取る人は台に上がってゴールのバレーよね、うん、そうそうそう。でその前に守る人がいるよね、うん、その二人まとめて上からダンクぶち込んでる。はい、このコーデは皆さんからの投稿お待ちしております。どこにどうやって送るんや。これ本当どうやって送ったらいいんだろうな。まあ、ちょっと考えましょうその辺もね、はい、さあというわけでいいですかね、エンディングに行っちゃっても。はい、さあ、はい、というわけで YouTube でラジオやってみましたけど、これどうでしたお二人。いや俺はあのやっぱりそばとトロロのコーナー、うん、トロロはそば、うん、今すぐやめてほしい。いや当てることさえできたらね本当に。次回もやるってことじゃ、うん、もちろんですよそれは。 もしかしたらキツネオはウドウにするかもしれない。どういうこと。いやトッツヤトッピングのある麺類だったら何でもいけるってことだろそれ。季節に合わせます。冷やし用は中華にします、ね。うん、じゃあ来週は冷やし用は中華、冷やしザル。いや成立してないでそれ。緑用はタヌキツネと同じだから。なんかちょっと五目オアチャーハンっていうよくわかんないですよ。ねえ、いろんなコーナーとかもなんか募集したいな、うん、ね、あのアゲタ君とかって恋愛相談とかどうなんですか。ああ、全然しますけど。恋の悩みとか恋できるんですかあなたに。できますよ。ね、今までじゃあ山田が答えた方がいいんだろう。やっぱり恋愛経験で、あ、恋愛経験、ゴスロリ経験が豊富だから。はい。山田だって人愛したことないですよ。こら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 。まあそんなお便りも来てもいいんじゃないですかね。ね、はい。逆にだからあれかもしれない。山田の安子ちゃんへの恋の悩みを、うん、みんなで解決しようとかね。あ、なるほどね、はい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 、逆にこっちから発信してやすこちゃんを振り向かせたいわけじゃないですか、うん、山田は、はい、うん、どうすればいいかっていうね、とかね、うん、だからそもそもやすこちゃんって結構サイコパスだから、やすこちゃんってどういう今までのさ、あのやすこちゃんの行動っていくと結構やばいから、うん、どんな人なんかをまずちょっと改めて分析してもいいかもね。やすこちゃんの生態プロファイリング、うんうん、心理テストとかしますやすこちゃん。あ、いいね、なんかね、うん、木を描いてくださいとか。やすこちゃんにあとうどんオアトロ。やすこちゃんは多分すぐ正解するだろ。すぐ正解。お前のさじ加減だけど、うん、なぜかすぐ正解するだろうね。いいですかね、はい、この番組では皆さんからの投稿や感想や質問などもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。いや、じゃけどこにどうやって来るんかっていいよ。いや、だからこれはねコメント欄にいっぱい書いてくださいね。ではでは、またまたまたにてぃ。なんやそれ、バリおもろないよ。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、タチン食べたいウホーン。